険しい山々が連なる岐阜県白川村。北へと流れる庄川を下っていく。すると右手に異様な姿をした山が見えてくる。山肌をざっくりえぐったような大きな穴。戦国時代、この地で起きた悲劇の爪痕である。天正13年11月。後に天正大地震と呼ばれる巨大地震で山崩れが発生。津波のように押し寄せる大量の土砂が庄川を乗り越え、城を一気に飲み込んだのだ。消えた城の名は怪力雲城。そこには大量の黄金が蓄えてあったという。あー、すごいすごい。はっはー、こりゃすげえ。黄金伝説を追って4年、歴史捜査に進展があった。ここでも作るとすると正面こっち向きになります。こう追事があって門があって、あ、僕は可能性としては面白いかもしれないなと思います。2020年9月、私たちが重機を持ち込んだのはこの場所。この下に幻の城怪力雲城と黄金が眠っているはずなんだ。何がありました？木。これ何ですか？隠されやろう。木片に開いた謎の丸い穴。あ、やっぱりそうですか。骨が出た。骨。これは一体何の骨なのか。来たらこういうやっぱり木片があります。すごい長い木が次々に見つかる出土品。うわー、すごいたくさん出てるんですね。一気に土砂でこの折れてそのままってことで全然すり減ってもおりませんし、想像を絶する山崩れの真相が明らかに。さらにいけますね、これなら打てますね。出土品から浮かび上がる白川郷の秘め事とは。この巨大な穴の先に新たな物語が待っていた。白川郷、日本屈指の豪雪地帯でかつては人を寄せつけない秘境の地だった。世界遺産で知られる合掌造りの集落から南に8キロのところに保木脇という地区がある。戦国時代、この地に怪力雲城があった。城主は内ヶ島という戦国武将。悲劇は4代目氏政の時。宴会の準備の最中、巨大地震が襲う。この山崩れで城は黄金もろとも地中に消えた。これが怪力雲上の埋蔵金伝説だ。怪力雲のね、埋蔵金伝説だけはね、信用できると思いますね。1兆円から10兆円。このぐらいの規模のものが出てきてもおかしくないですね。怪力雲上はどこにあったのか。私たちの歴史捜査は2017年から始まった。最初の手がかりは飛騨国中案内という文献。4代目氏政の居城、つまり怪力雲城は怪力雲河原という場所だった。その地名を記した地図を見つけたのが2019年。商家の左側に怪力雲河原と記されています。現地に行って驚いた。ここが怪力雲河原になりますね。ここがとにかく広い。だがここに重大な手がかりがあったのだ。城郭研究の専門家千田教授と見つけたのは、ちょうどそうですね。はい、はあはあはあ、本当ですね。何かこれも人工的なものですね。はい、ここが低くなって、そして反対側がここで上に一段上がるっていうですね、この幅が堀の幅っていうことになります。見張りなどを行う砦のような跡。私たちは櫓が立っていたと推測した。ここと連携したところにですね、本拠のお城があったということで、どっかだからそのね、もうここから見える範囲だったりとかっていうですね、そういう可能性も高まってきたんじゃないかなっていうふうに思います。1回目の発掘調査に挑んだのは2019年秋。掘削地点は砦らしき跡の南側、平らな場所に的を絞った。深さ14メートルまで掘り下げた時、木があった。ここ戦国時代の木片を発見。さらにこれ柱だね。これね、これはいける、そう思った時、壁が崩れ、せっかく掘った穴が塞がれてしまったのだ。あれ壊れてくるんでね、もう無理ですわ、掘るのは。この近くにきっと城はある。でも予算にも限りが。もっと絞り込まねば発掘再開はできない。新たな手がかりを求めていた私たちに救世主が現れた。山城研究の第一人者中井教授がヒントをくれたのだ。その地震で、要するに怪力雲城っていうのが失われた。なおかつそれは宴会をやってる最中だったということになれば、これはもう館としか考えられないわけで、山城でおそらく宴会するっていうのはほぼ考えられないので、それは館だと。でそうなると規模の点から言っても、それから構造的な面から言っても、おそらく絵馬館が一番参考になるんだろうと。絵馬館とは内ヶ島氏と同じ時代、北飛騨を支配していた戦国武将絵馬氏の居城のことだ。一体どんな城なのか。2020年私たちは歴史捜査を再開した。飛田市上岡町絵馬市の館は広く平らな場所に再現されていた。おお、広い。塀の周りだけでも縦横それぞれ100メートルはある。指紋をくぐると右手に見えてくるのは会所と呼ばれる建物。館の主が客人をもてなす場所だ。中は京都の文化を取り入れた格式高い造りになっている。お、庭園も。庭をめでながら歌や茶の湯に興じたのだろうか。会所と廊下でつながる正面には何があったのか。常の御殿というふうに考えてまして、殿様が通常いた場所というふうに考えてます。左隣がですね、鯛の屋という、家族が住んでいた場所というふうに考えられます。でさらにもう一つ隣、こちらは台所というふうに考えています。会所、常御殿、鯛の屋、台所、門の外には馬屋なども配置されていたという。守りも堅牢だ。はい、大きな堀ですね。はい、そうですね、館の周りを囲む堀になっています。これは V 字型に掘られた野源堀。発掘当時でですね、約 2.8 メートルほどの深さがありました。人が落ちたらなかなか出てこられない程度の深さですね。館の後ろは険しい山。背後から攻められないようにするためだ。さらにあの山にも防御の施設が。これは確かに、はい、本拠地が館はどこですか？絵馬市館がもうすぐ眼前に見えます。館より170メートル高い山頂、そこには平らな場所があり、絵馬市の山城が築かれていたという。有事の際はこもって戦ったのかなというふうに考えています。絵馬市の館は広くて平らな土地にあり、背後に山、そして近くに山城という配置だった。きっと戒律雲城も同じではないか。館が立つような広くて平らな場所を探すため、私たちはボーリング調査をすることにした。前回発掘調査を行ったのはここ。戦国時代の木片が見つかったのは深さ14メートルだった。ボーリング調査で同じ深さに戦国の地層があれば、地震が起きる前は南に平らな地面が広がっていたことになる。なんだこの音。このキュッキュッキュッっていう音が、ガンをこうくり抜いてる時のこう、キュッ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 っていう音が出てて、もともとあそこにあったガンがこう砕けるような感じでこうガーッと押し寄せて、それが溜まってるんですよ。ガン自体が硬いので、濃尾流紋岩と言われる流紋岩ですね。はいはいはい、あれが硬い。硬いです。サンプラーと呼ばれる筒から出てくるのは、地震で押し寄せた黒い濃尾流紋岩ばかり。また同じ石だ。戦国の地層に達するとどう変わるのか。例えば色調なんかでも今は黒っぽいですが、白っぽい、例えば石灰岩のようなものですとか花崗岩のようなものですとか、例えばですけども、そういうものに変わる可能性もあります。ボーリング開始から8日目、変化があった。あ、出た出た。ボーリング開始から8日目、変化があった。あ、出た出た。届きましたね。おお。もともとの崩れる前の時間。そうですね。過小ですね。ここにお城みたい。確かに白っぽい。明らかに違う石だ。こちらは色調が若干白っぽくって特徴が違う流紋岩がまず採取されました。岩種としては同じ流紋岩ですが、ものが違うというものが出た後に、この真っ白のこれは花崗岩ですけども、花崗岩のこういう大きい礫をくり抜いてきたようなものが採取されています。見つかった深さは14メートル。これは前回木片が見つかった戦国の地層とほぼ同じ深さだ。この辺一帯、このボーリングしているところからもうちょっと先ぐらいまでは、平らな地形だったんじゃないかなと。やった。南に平らな地面が広がっていた。でも館はどの辺りにあったのか。待てよ。前回私たちが掘った穴には不思議な地層があった。斜めになったんじゃないですかね、ここって。こういうふうに斜め。そういえば絵馬師の館に斜めになっている地面があった。館を囲む堀だ。斜めの地層は堀の斜面に土砂が積もってできたのではないか。だとすればここにあったのが堀。さらに絵馬師の館を当てはめると、おお、山を背にし堀が囲む場所となる。海陸五条の館はこの場所ではないのか。山城の専門家中井教授に現地を見てもらった。おお、なるほど。ここでも作るとすると正面こっち向きになりますよね。こう追字があって門があって、僕は可能性としては面白いかもしれないなと思います。ここが海陸五条の館だとすれば、絵馬師の館のようにどこかに山城があるはずだ。赤色立体地図を見ると、松川の右岸に気になる場所が。山城なのか。はいはいはい。この根がそれね。そこへ行くには想像以上に急な斜面を登らなければならない。ああ、こいつはきついね。きついですね。下気ぃつけてくださいね。石が落ちるかもしれない。登り始めて2時間、ようやく怪しい場所にたどり着いた。今ここやね。だから山城の痕跡は堀切ならば当然堀切の白側、つまり奥側は、もっとそそり立つんですが、これまあ見てもらったら分かる通り非常に緩やかで自然のおそらく谷なんですよ。右岸の山に山城はなかった。まずは、登ってないということが確認できたというのは大きな成果だと思います。こうやって見ていただきますと、こちら側に出っ張ってくるような尾根がない、ちょうどいい高さの尾根がないということはやっぱり城が作れない場所だろうと思うんですね。荘川の右岸に山城がないとすれば左岸しかない。その左岸の標高622メートル地点で私たちは前回砦のような跡を見つけている。中井教授と改めてその場所へ。ああすごいすごい。はっはー、こりゃすげえや。これは堀切にしてもいいかもしれない。こっち側から来られたら城に入られちゃうんで、どこで遮断するかっていうんでこの堀切で遮断するわけですよね。面白いのはこの堀切の、北面になるのかな、それはねおそらく間違いなく縦堀で落ちてると思う。単なる堀切じゃなくて縦堀まで落としてるっていうことだね。素人目にはよくわからないため中井教授が縄張り図と呼ばれる図面を描いてくれた。それによると斜面を登ってくる敵をまず縦堀で阻む。さらにそれを乗り越えたとしても堀切で動きを封じ館に侵入させない仕組みになっていた。これは城としては理解しやすい。なるほど、はい、だからもう僕はこの縦堀見た段階で、まあ城でいいやろうというふうに思った。山城というと私たちは大きな城を想像しがちだが、小さな櫓でも防御機能を備えたれっきとした山城だったのだ。館と山城のセットで怪陸も城となれば、やはり館はここに違いない。いよいよ発掘、証拠探しが始まった。2020年9月、私たちは新たに絞り込んだ場所に重機を入れた。じゃあお願いします。ついに発掘開始。今回は壁が崩れないよう網を用意、万全の体制で挑む。オペレーターは遺跡調査の経験を持つ清水さん。頼りにしていますよ。目指す深さは14メートル。何か出てきますように。いや、出てくるはずだ。戦国時代、白川郷にはいくつも金山があり、金の採掘が盛んに行われていたという。どんな人たちが掘っていたのか。あ、すごいな、この建物が。先祖が金山師をしていたという旧家を探し当てた。こんにちは。福井と言いますが、よろしくお願いします。19代続く岡田家には代々伝わるお宝があるという。これが葵の門の。うわ、葵の門。うつそう。いや、びっくりした。この着物、名古屋城築城の際に金シャチ用の金を献上し、そのお礼に徳川家から贈られたものだという。いろいろと交流があった徳川と鉱山の関係で、馬屋の金もだいぶシャチホコに使われとったんじゃと。でそいつの文書は残っとったんじゃが、焼けちまったで残念じゃなってことを俺の父親がそう言ったわけ。これも金山ですね。金山出入り帳。金にまつわる資料も多く残されていた。それだけではない。岡田家には当時金山で使われていた道具もあった。草枝いろいろ生えてるもんで、まああんまり分かりませんけども、鉱山で引いた石臼ってことで、いわゆるこれが下臼で、これが上臼で、でここへこういうふうに当てて、上の穴から金を含んだ鉱石を入れ、横の穴には木の棒を差し込んで粉を引くように砕く。この仕組みはあの武田信玄を支えた黒川金山の石臼とそっくりだ。岡田家には金にまつわるこんな歌も残る。西のよ山からはやほたるよかねはよはよおいおいはらつけにねかいのらそうでさよ生まれゆくよはやどこ。月に2回も金をどこへ運んだのか。京都の本願寺へ金を持って行って納める、こういうことを聞いておりました。京都の山科本願寺は浄土真宗の総本山で、岡田家は熱心な信者だった。実はこの地域は古くから本願寺とのつながりを持っていて、それをズバリこう表しているのが本尊なんですね。当時白川郷に広がっていた浄土真宗、その勢力拡大には戒律雲城の城主内ヶ島氏も協力していたという。内ヶ島が当地へ入ってから2代目の正氏の時代になっておりますけども、その娘が少蓮寺に嫁いでおります。北陸で起きた一向一揆では、親戚関係にあった地元少蓮寺の信者と共に出兵し、本願寺からお礼状までもらっていた。つまり内ヶ島氏は浄土真宗を介して白川郷の信者と同盟関係にあったのではないか。だとすれば、この地で採れた金は共有財産のようなもので、軍資金にもなっていたんではないでしょうか。信者と手を組み軍資金として金を蓄えていたとすれば、そんな大事なものを一体館のどこに保管するものなのか。それは蔵なんです。の朝倉市館でいうと常御殿のすぐ横に蔵が一棟建っています。そういうところにおそらく砂金だとかね、あるいは金銀財宝みたいなものを納めていた可能性は十分考えられます。私たちが掘り進めているのはまさにその常御殿のあたりじゃないか。これは金が出てきてもおかしくない。発掘開始から13日目、穴の深さは最も深いところで11メートルに達した。掘り出す石に変化が現れた。瓦石が結構混ざってるけどな、川から上がってきた石が。角が丸い。小川の河原から流されてきたのか。オペレーターの清水さんが突然ショベルの動きを止めた。何か見つかったのか。加工してある。何がありました。木。これ何ですか。加工してあるやろ。しかもこんな穴がある。はい。なんだこれ。泥がついた木片。洗い流すと。明らかに人の手で加工された丸い穴が開いている。一体何なのか。発掘14日目は朝から雨。穴の底に巨大な水たまりができてしまった。通常のポンプでは穴が深すぎて役に立たない。強力なポンプに取り替えて水を抜くことにした。ようやく掘削を再開して間もなくのこと。掘ってきて見たことがない、いわゆる土の層が出てきた。違うよね、土って感じするんだけど、本当に若干乾いた感もあるよね。まるで畑の土のようだ。深さは何メートルなのか。14.3メートル。ついに目標の深さ14メートルに達した。あれが表土だとするとちょうど14メートルで、戦国の地層に達したかもしれないということですね、これね。さらに掘り進むとへの字に折れ曲がった木片。両端はかなりささくれている。これは何の一部なのか。また水が溜まってきた。かき上げても水を吸った土砂が崩れてくる。天気の回復を待つしかない。発掘15日目、掘り上げた黒い土の中からスタッフを驚かせるものが出た。でいこう。あ、やっぱりそうですか。骨が出た。骨。一体何の骨なのか。私たちは専門家に鑑定を依頼することにした。ここまでに出土したのは前回を大幅に上回るおよそ110点。はい、うわー、すごいたくさん出てるんですね。飛騨の郷土史に詳しい田中さんがやってきた。これは多分ノコギリだと思います。ノコギリで切ってますね。建物の構造材、いいですね、これね、いいですよ、うん、この板は何なのか。よくよく見るとやっぱりこの薄さが均等なんですよね。で、均等になってますし、そしてここが綺麗に割って切ってあるんですね。触ってみるとスーッとまっすぐ、滑らかなんですね。ですからこういうのはやっぱりノコギリで切ってるんですね、これね。まあ、これは多分屋根材で、クレーター材になるわけですね。この大きさからするとのしぶきぐらいかなと思いますけどもな。クレーターは木を割った表面をそのまま生かした屋根材。それを少しずつずらしながら緻密に重ねていくと、丈夫で見た目も美しい屋根が出来上がる。これをのしぶきといい、戦国時代から主に武家屋敷の屋根に使われたという。今度はあのへの字に曲がった木片を手にした。こういうちょっと厚めのこういった材も出ておるんですね。で、これなんか見ますと、うん、こういう、幅、厚さのものにちょっと見覚えはあるんですけど、竿のような、長い材を、桁端に渡してすのこ天井を作る、そういう材の可能性もあるかなと思います。そうですね。台所なんかにも、こういうものを使うこともありますし。いろりの煙を逃がすために竿のように長い木材を隙間を開けて並べたのがすのこ天井。その長い木材が地震で折れたことになる。さらにその断面を見ると一気にバキッと折れたような感じですね。ここら辺が摩耗しておりませんので、割れてすぐ埋まってそのままと、あまり動いてないと思います。一瞬のうちに埋まってそのまんまということ。つまりあの巨大地震で押し寄せた土砂は城を押し流したのではなく、上から一気に押し潰した。想像を絶する天才だったことになる。だとすればこの木片も流されてきたのではなく、館の敷地にあったもの、台所の一部であった可能性が高い。来ました。私たちの元に届いたのはあの骨の鑑定結果。馬の骨だ。どんな馬の骨なのか。木曽馬に近いようなサラブレッドよりは、多少小柄な馬、日本在来馬という品種ですね。絵馬師の館には馬屋があったとすれば、怪力模城にも馬屋があったと考えられる。私たちが掘り出した出土品に新たな情報が入った。これ何ですか？加工されるやろ。しかもこの穴が丸い穴が開いた木片、正体はずっと謎のままだった。ようやくある会社が連絡をくれたのだ。向かうは高山。連絡をくれたのは高山にある家具メーカー。100年以上続く老舗だ。木材のプロは謎の木片をどう見たのか。カシだとかナラだとかっていう硬い木を使ってると思いますので、いわゆる摩耗に強いっていう。特に印象に残るのがこの下の方で、どうもこれは2枚の穂像が、短い2枚の穂像が出てて違う部材と組み合わさっとると。これ見るとこういうね、何かここに丸棒があって壁があってここに物を建てるんじゃないかなというものも想像はできますけども、それにしてもこの空間が広すぎるんで、そうなると部材の一個の支柱がしっかり立ってたもの、大きいね車がくるくる回りながらここ支えてる軸の部分だというふうに想像すると、糸車のいろいろ部材じゃないかなと。もう片方あるとね一番最高ですけども。糸車とは繊維をよって糸にする道具のこと。くるくる回る車輪の軸を支えるのがこの2本の支柱。取っ手のついていない方の支柱を見ると、お、丸い穴。発見した木片とそっくりじゃないか。白川郷で生糸を作る養蚕が産業として根付いたのは江戸時代になってから。とすれば戦国時代に何の糸を紡いでいたのか。古代から日本には富士布という織物があり、白川郷でも生産していたことが分かった。富士布とはどんなものなのか。現在唯一作っている京都の丹後地方を訪ねた。これが富士布ですね。これが材料は何なのか。富士の鶴、富士鶴です。山に自生する富士鶴の皮を裂き、アクを加えて煮た後に水にさらして繊維を取り出す。糸にするのに使うのが糸車だ。戦国時代、白川郷でもこうやって富士糸を作っていたのだろうか。これだから触っていただいたらいいんですけど、すごく肌触りもよくてあったかいんですよね。だが驚くことに富士糸の使い道は織物だけではなかったのだ。火縄銃にも使ったよというのは2人か3人の人から聞いてます。富士の、糸っては燃えやすいってことですか？そうそうそう、燃えやすいですね。燃えますよく。戦国時代の武器火縄銃。白川郷では火薬の材料を作っていたことが知られている。ならば大陸武城で無事の火縄を作っていたのではないか。富士糸で火縄はできるのか。あ、これですか。そうです。あ、これだったらなえる。よかった。よかったよかった。果たして富士布って言われたね。うん、だから本当に火がつくかどうかという。当日。私たちは古式銃の研究会に実験を依頼した。この鉄砲なんですよ。火縄は火をつけて火ばさみと呼ばれる部分に挟む。火薬はここ。引き金を引くと点火し弾が飛ぶ。火縄は主に木綿などが使われるが、藤糸で火縄を作るのは皆初めてだという。火縄の太さにするため藤糸を何本も重ねていく。藤は丈夫いもんでね、なんでまあないっちゃないってことだけどが、ギュッとしっかりやってかんとばらけちゃってよかなくなっちゃうと思うんだけどね。火縄ができた。火がついてってくれなきゃいかんし、火はつくのか。火は消えてないですね。そうですね、確かに。これなら打てますね。藤糸の火縄で本当に火縄銃は撃てるのか。試し撃ちを引き受けてくれたのはこの道40年のベテラン林さんだ。多分いけると思うかな。藤糸の火縄に火をつける。準備が固まった。藤糸の火縄で火縄銃は撃てるのか。準備が整った。見事に点火。実験は成功だ。全部藤糸は撃てました。はい、戦場のためにこの藤の火縄を作って使ってたってことは十分考えられますよ。はい、それはまあ絶対間違いありません。今後まあ藤ですな、自然のもの藤、それからヒノキの皮が、ね、だから藤については絶対間違いなくね、撃てたと思います。糸車の支柱からたどり着いた藤糸の火縄。海陸母城の館には。火縄銃の火縄を作る作業場があったのではないか。浮かび上がった軍事物資の製造、それは人を寄せつけない秘境の地だからこそできた秘め事だったのだろう。ところで肝心の黄金は。連れ御殿のすぐ横に蔵が一棟建っています。連れ御殿のすぐ横に今回私たちは連れ御殿のすぐ横を掘ったつもりだった。だが穴の近くに台所、火縄を作る作業場、そして門の内側に馬屋があった館だとすれば、連れ御殿はそう、もう少し奥、山側に近いことになる。白川郷の黄金伝説を追いかけて4年、数多くの出会いと思いがけない発見が幻の城の存在を裏付ける。消えた戦国の城、海陸母城、眠りから覚める日は近い。